曲線当てはめ。曲線当てはめまたはカーブフィッティングは実験的に得られたデータまたは制約条件に最もよく当てはまるような曲線を求めること。裁量当てはめ。曲線回帰とも。一般に打ち差しや回帰分析を用いる。場合によっては外装も用いる。回帰分析で曲線を求める場合、その曲線はデータ点を必ず通るわけではなく、 曲線とデータ点群の距離が最小になるようにする。曲線当てはめによって得られた曲線を近似曲線という。特に回帰分析を用いた場合には回帰曲線という。現実の実験データは直線的ではないことが多いため散布図、近似曲線を求める必要性は高い。我々が考えるべき問題は実験データを実験を説明する。 説明変数と目的変数に分類した上で、説明変数フォーミュラ1と目的変数 y の関係を求めることである。説明変数としては、測定条件を考えることが多く、目的変数としては、測定値を考えることが多い。説明変数、目的変数ともに、ベクトル量である可能性があるが、測定値の方は、 多変数関数の微分が地域側の成分に関して独立であることから、スカラー量としても一般性を失わない。一方、多変数関数の微分は定義域側の成分については独立でないため、一般論を述べる上では、ベクトル量としておかなければならない。以下、測定条件は、軽次元ベクトルの形で与えられているとする。成分で表記すると、となる。 実験データは、説明変数に関するデータフォーミュラ4と目的変数に関するデータフォーミュラ5の組フォーミュラ6の形で得られる。また、J1 目の測定条件フォーミュラ7の代替成分をフォーミュラ8で表すものとする。我々が考えるべき問題は、適当なフォーミュラ9個のパラメータフォーミュラ10と、 K フォーミュラ9変数の関数フォーミュラ12を考え、フォーミュラ13の値を調整し、を最小とするようなフォーミュラ13を求める問題に帰着される。この S の平方根フォーミュラ16のことを関数当てはむときの誤差という。ここで、のことをフィッティングパラメータという。また、関数 S を考えるときには、フォーミュラ18は、 もはや定数ベクトルでしかないことに注意されたい。あくまで関数 S の変数はフォーミュラ19である。なお、S を定義するにあたり、各データに対して適当な定数、正、または例フォーミュラ20によって重みをつけ、のようにすることもある。この方法によって、Y 方向に誤差、Y エラーバーがある場合や、測定回数の異なるデータの平均の比較が、 可能であるが、X 方向にも誤差、X エラーバーがある場合には対応できない。X 方向にも誤差がある場合には、デミングの方法を用いる。なお、は、において、すべてのデータの重み付けが等しい状況を意味することに注意されたい。我々が考えるべき問題は、あるいはの関数 S の極値問題に他ならない。一般に、 極地問題は解を持たない可能性があり、また解が存在したとして重解の可能性もあるが、一般論として以下の定理が知られている。もしもフォーミュラ22で S が極地を取るとするとフォーミュラ23である。この定理は最適なフィッティングパラメータに対する必要条件を与える。極小値を与えるようなフォーミュラ13の十分条件としては、 S, S のフォーミュラ13における、ヘッセ行列が制定値となることがある。極小値が仮に存在したとして、それらが必ずしも最小であるとは限らない。例えば、最適なフォーミュラ26が無限遠に存在する可能性もある。の S を最小とするようなフッティングパラメータフォーミュラ22が得られた場合には、以下のフォーミュラ28を、 最適関数 X がスカラーの場合には最適曲線という。この G は説明変数フォーミュラ1と目的変数 Y の間に一つの関数関係を与えている。つまりこの G はフォーミュラ1と Y の関数であり、フィッティングパラメータは定数ベクトルと考える。一般には必ずフォーミュラ32を通るといった二重条件がついている場合がある。 このような場合には、ラグランジュの未定常数法が最適な、フィッティングパラメータを探る上で手がかりを預かる。なお、付帯条件のある場合、ない場合ともに、実際の数値計算では、リベンバーグ、マーカとアルゴリズム、レーベンバーグ、マルカート法が用いられることが多い。まず、次のような一時多項式を考える。これは、傾斜、A の直線である。一般に、 このような直線は X 座標の異なる2点によって1位に定まる。したがって一時多項式は X 座標の異なるデータ点がちょうど2個ある場合に正確にそれらを通る直線となる。最小字情報を使う場合にはデータ点が何個あっても最適な直線が1位に定まる。ただし最適な直線とは残差はが最小というだけでそのデータのを 最もよく表しているとは限らない。次数を上げて二次多項式にすると、次のような式になる。この場合、X 座標の異なる任意の3点に当てはめることができる。さらに次数を上げて三次多項式にすると、次のような式になる。この場合、X 座標の異なる任意の4点に当てはめることができる。より一般化すれば、4つの制約を正確に満足する。 と言える。制約は点だけでなく角度や曲率、接する円の半径の逆数などもある。角度や曲率の制約は曲線の端に設定することが多く、それを端末条件と呼ぶ。多項式曲線を連結したスプライン曲線が滑らかな曲線となるには連結する両方の多項式曲線で端末条件を同一にする必要がある。より工事の制約として、 例えば、曲率の変化率といった制約を与えることもある。これは例えば、クローバー型インターチェンジで通行する自動車にかかる力を決め、制限速度を決定するのに役立つ。また、一次多項式は一つの点と角度の制約に当てはめることができ、三時多項式は二つの点と一つの角度、一つの曲率の制約に当てはめることができる。 他にも様々な制約の組み合わせで各種次数の多項式を当てはめることができる。N1 個より多い制約がある時でも N は多項式の次数、それらを満足する多項式曲線を描くことができる場合がある。例えば3つの点が同一直線上に並ぶような配置であれば一時多項式を正確に当てはめることができる。しかし、このような配置は 例外的であって稀である。通常は全制約を正確に満足することは期待できない。よって一般には近似度を評価する方法を必要とすることになる。最小事情法は最も一般的な方法である。ここでなぜ近似ではなく多項式の次数を高くして正確に当てはめようとしないのかという疑問が生じる。それには以下のような理由がある。ここまで。 多項式の次数が制約数より少ない場合を述べてきたが、逆に多項式の次数が制約数より大きい場合はどうなるだろうか。上述の工事多項式の問題がすべて生じることになるだけでなく、解が一位に定まらないという問題も生じる。そこから一つの曲線を選択するのはソフトウェアや人間の役割となる。このため、 近似で良い場合は次数をなるべく低く設定するのが一般に最善とされている。場合によっては、円錐曲線、円、楕円、放物線、双曲線などや、三角関数、サイン、コサインなどの曲線を使うこともある。例えば、空気抵抗を無視すると、重力の影響下にある物体の軌跡は放物線を描く。したがって、そのような物体の観測結果に、 放物線を当てはめることは意味がある。潮の看板は制限波のパターンを描くので、看満に関するデータには制限曲線を当てはめることができる。あるいは、より正確には月と太陽の影響を考慮して、2種類の制限曲線の合成を当てはめることもある。大数的なデータ解析においては、曲線とデータ点の Y 軸方向の距離を最小化するような曲線を求める。 しかし、グラフィックスや画像の分野では、幾何学的な曲線当てはめ、すなわち曲線とデータ点の直行する距離が最小になるような曲線を求める。あるいは、X 軸と Y 軸の両方で曲線とデータ点の距離を最小化する方が見た目が良い。しかし、幾何学的曲線当てはめは非線形かつ反復的な計算を必要とするため、あまり使われない。コップは、 二次元のデータ点群に、視覚的に最もうまく当てはまる円を求める問題を考えた。その手法は非線形な問題を数値解析的な、反復なしに線形の問題に見事に変換でき、従来の技法よりも劇的に性能を向上させることができる。上述の技法は非線形なステップを一つ追加することで楕円に一般化でき、高速に様々な向きと、 離心率の楕円を見つけるる。ことができる以上、二次元の曲線を論じてきたが、同じことは三次元空間における曲面にも適用できる。通常、U と V という二つの方向を表す、パラメータに沿った曲線の網で定義されるパッチ、アテネノを、ベタものが曲面となる。R 言語のような統計パッケージ、GNU サイエンティフィックライブラリーやサインプイのような、 数値解析ソフトウェアには曲線当てはめ用コマンドがある。また曲線当てはめ専用のプログラムとしてテーブルカーブなどがある。詳しくは外部リンクを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。